ニヤプーこと宮田俊也さん、ある日突然脳幹出血で倒れました。全身麻痺、一生気持ちも伝え合えないと思われました。ニヤプー頑張れニヤプーは生きる、自分と自分を応援してくれるみんなのために、ニヤプーと仲間たちの日々を撮影中。